空に島々が浮かぶ世界での旅物語はこちら、森日向先生の冬世界のエアロノーツです。両親を探すアリアと飛行艇乗りのハクトの旅物語です。空に浮かぶ島々を渡りながら先々のトラブルに関わっていきます。ほっこりだったり少し切なかったり、ファンタジー世界での様々なエピソードが描かれていきます。様々な読み味の中でアリアとハクトの関係が浮かびます。特に私は繰り返しの島が好き。ぜひお読みくださいませ。